ポレポレ英文読解と、そして藤井先生の読解のための英文法難関大編、ちょっとこれの進め方のお話をしていくんですけど、はい、ワンポイントアドバイス、訳せるけど意味がわからんという状況になることがまあまああるんですよね。もう一度おはようございます、山本チャンネルです。おせえ夜11時半今おいカカロット、貴様がこんな時間に俺を呼び出すから変なテンションになってしまったじゃないか。俺もう3人とコラボした後だからね、これね、4人目、今日じゃあね、ここでちゃんとやらないと。ベーシス参考書ルート、今回で第3弾になりますかね。お今回ですね、全然やる気ない。いや多分第4弾だ、ね、第4弾かな。あ、そっか、はい、今回ですね、精読ルートのゴール到達地点としますよっていうところ、はい、そのお話をしたいと思いますね、はい。で、まあ、今回ね紹介するのは、まあ、この2冊になりますかね、はい。ポレポレ英文読解と、違う、それあなたの、あの皆さん、私著書作が出ました、ゴロゴ漢字になります。今ユーテラでね、ゴロゴのね出版社とは密接な関わり合いを持ってお世話になってるんですけれども、ゴロゴの出版物の総指揮をですね僕が取っていて、あれやれこれやれこう作れみたいな話をしておりますので、ゴロゴシリーズよろしくお願いいたします。はい、いや似てたから間違えちゃった。わざとじゃないんだ。あ、捨てちった、間違った、強制間違って捨てちった。もう捨て、はい、もうね、表紙が似てるから間違えちゃった。捨て、ステイドリーム、もう一度俺ミスチルだったんだけどね。 あ、そうなの、生口かと思う。はい、こちらになります。ポレポレ英文読解と、そして藤井先生の読解のための英文法難関大編になります。まあこの2つはね結構使ってる方も多いのかなという印象ではあるんですけれどもね、まあうちのこうベーシスの方でもですね、精読のルートにおきましては、まあここをとりあえずのね最後の到達地点というふうにしております、うん、はい。でまあこの本の特徴っていうのは、まあいろんなところで動画にも上がってるので改めて僕らが言う必要もないのかなとは思うんですけれども、とりあえず中身のまあ特徴と構成ですよね。レベル感としてはもうあの最終レベルです。知ってるでしょ。知ってるよ、もちろん知ってるけど知らない人みたいな感じになってるからさレベル感としては、まあこれも完全に総計レベルです。で、総計、うん、基本的にはこの辺りをねやり込んでおけば、少なくとも、まあ、文構造を取る、そして読んで訳してみるっていうことに関しては、まあ、総計レベルの本番でも困ることはまずなくなるかなっていう一冊になります、まあね、ということですね。まあ、構成としては、まあ、こっちはね例題50個になってます。でこっちは、まあ、ちょっと長さは違うんだけど、まあ、全部で39テーマになっていて、まあ、1つのテーマの中で、まあ、2分ぐらいあったりするんで、実際のところ、まあ、70から80例文ぐらいあったりするのかなという構成になっておりますんで、まあ、こっちの方が例題量としては多いんですけど、ただ例文量、あ例文の、ね、そうそう、はい、長さとしては、まあ、こっちの方が長いので、まあ、どっちやるにしてもまあまあどっちの方が大変とか楽っていう感じは特にはないかなと個人的には思っております。ページ数はだいぶ違うんですか。ページ数だいぶ違いますね。やっぱりこっちの方が多いので、うん、であと、まあ、こっちの方が解説が比較的充実してるかなという印象ですかね、うん、こっちの方が割と解説は淡白かなという感じですが、まあ、ただどっちがこういいとか悪いとかではないかなとは思ってます。うん、藤井先生の本の方がちょっと懐が深いかなという印象があって、要するにポレポレを始める人と、まあこちらのね、あのうるせえんだサムネよ藤井先生の読解のための英文法、どちらをやるにしても精読にちょっとまだ自信がないなとか、あるいは長文の問題集やっていく中での正答率がまだ少しちょっとそんなに振るわないなと、レベル的にそれなりに上級レベルのものやった時にね、そういう人はこっちをやった方がいいです。こっちをやった方が割と難しいものにいろいろ触れられるんで、レベル感的にはまあこっちの方がこうやや上目ではあるんですけど、ただ自信がない人はこっちからやった方がまあいいかなと思いますね。まあただこれもやり込めば、どちらも大切なのはどっちの方がなんか精読力上に行けるかの競争ではなくて、総計の入試でちゃんと読めることができると、読むことができるっていうのが到達地点なので、目標とするね。でそちらにはどちらで行ってもたどり着けますので、安心してどちらも頑張っていってください。で、はい、まあこれのね下に標準編、そう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 、で間に関先生の、ね、そうそう、あれを挟んだりね、世界一わかりやすい英文読解の特別講座ですね、はい、っていうのはですね、っていうのがレベル高いですからね。うん、そうですね。だからまあ難しいんで、まあコツコツとやってってください。でこれからねちょっとこれの進め方のお話をしていくんですけど、はい、まあ、このレベル感にたどり着くと、もうですね1日何台やったらいいんですかみたいな、そういう世界観というよりは、ある程度部活でいうところの基礎練習みたいなイメージでいてほしいんですよね。毎回の練習時に必ずやることみたいな、まあ、僕なんかサッカー部だったけど、まあ、パス練だったりとか、あるいはロングパスの練習だったりとか、ドリブルやシュートの練習っていう、いわゆるこう戦術だったりとかフォーメーションの練習みたいな、そういう複雑なね練習だけじゃなくって、必ず毎回こう体を動かし
してやっていく、まあ、基礎の練習があったりするわけです。でその一環になってきます、うん、でこのレベル感になってくると、まあ、毎日そうですね、まあ、ポレポレだったらまあ 1,2 台とか、うん、でこちらだったら全部で39テーマあるんですけれども1日、うん、1,2 テーマぐらい、まあ、1テーマは割とすぐいけちゃうと思うんで、まあ、2テーマぐらいやってもいいのかなという感じになりますかね。そのぐらいのリズム感でこう繰り返していくっていうのがこう重要かなと思ってます。やっぱりちゃんと SV 取って、ね、そうですね。で、まあ、意味を取っていくっていう感じでいいと思います、うんうん、で結構まあ精読に関してはなんか非常にこう時にやり方にものすごいこだわる人とかがいるんですけど、でも僕はねそんなにこだわる必要ないと思ってて、なんか小難しく考えなくていいと思ってるんですよ。何のために精読やるかって文章を読んで意味が分かるために精読をやってると思ってるんで、だからそこは文構造を取る、で今まで勉強してきた文法だったり語句の知識っていうのをその中でこう当てがえて使っていく、で訳しました、意味も分かりましたね、それができれば僕は十分だと思ってるんで、あんまり難しく考えすぎずに、まあ、ちゃんとね丁寧に解説を理解しながらやっていってくれればいいんじゃないかなと思っております。あと結構言われるのが、はい、コピーしてそれに書き込んだ方がいいのか全部文をちゃんと書いた方がいいのかっていう、文別に書かなくていいと思います。うん、書く意味は特にないかなと思ってるんで、うん、やりたかったらやってもいいと思うんですけど、うん、まあ、僕はそんな必要性はないかなと思ってます。じゃあコピーして下に S とか V とか書いてった方がいい、うん、それでやりたい人は全然やっていいと思います、まあ、これに書いちゃったらねもう全部見えちゃうことになっちゃうんでね、うん、とかもお任せ、まあ、その辺はあのお好みでやってみてください、うん、もう塩コショウみたいなもんだと思いますどういうことよ、意味わかんない、どういうことやね。はい、でですね、ポレポレに関しては僕と西先生が撮っているポレポレの使い方みたいな動画が多分日本で一番ポレポレ関連では再生されてると思うんですけれども、はい、まあこれね先生最近ね自分の YouTube でポレポレの歩行とかやったりしてるんですよ、うん、やってますね。で、まあ、西先生自身も僕と話してる時にあの時代良かったんだけど今の時代の学さんとしてはやっぱりもうちょっとこうなんか説明、要するにこう懐の深い説明をしてあげる必要性があったなっていうのは本人もおっしゃってて、ね、だからまあポレポレやってて難しいなって思った場合はその例題のその西先生の YouTube 解説を見てみると、そうするとね結構ね本当にね掘り下げて解説してくれてるので、まあ、やってみるといいんじゃないかなと思います。それで解決されるんで、だからまあそれそれこっちがねこっちの方が本としては解説は詳しいんですけど、こっちはこう YouTube で歩行があるので、うん、だからどっちもどっちでどっこいですね。どっちもどっちで悪い時に使う言葉だよねだけどまあまあ時間が遅いからいっかはい、ひじ先生の方でも新しいからね。まあそうね、新しさはあるよね、確かにね。森田先生どっちが好きとかあるの？言えないよ、二人とも仲いいからそう、そう、じゃあまあどっちもいいという前提でそれぞれのなんかこう好きなところと、まあやっぱ新しさと詳しさじゃないですかね、ひじ先生の英文のだから内容が新しい、うん、はい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 、わかると思います、それは、うん、でまあこれはいい意味でやっぱり伝統的な部分が多いよね、うんうん、まあ、だからどちらも僕はねこういうパズル好きだったんで、うんうん、ですけど、まあとっつきにくいって人絶対いると思う、はいはいはい、いきなりね難しいところを受けるからこれだってやるんじゃなくて、うん、きちんと下から積み上げていってその後で見える目を持ってから構文の罠に気づける目を持ってからやるってことを忘れないでほしいかなと思いますね、うん、はい。でですね、本日の動画の最後にですね、もうこっからがこの動画の本当の実力発揮だと思っておいてください。この2冊を使う上で、まあさらにこう皆さんの能力をブラッシュアップさせるワンポイントアドバイス。まあ2ポイントですね。まず1つ目、僕自身が自分のね、早稲田合格塾の生徒たちとか、あとベーシスの生徒たちを、まあ、見てて、やっぱ非常に思うんだけど、皆さんね、精読って最後の最後何でつまずくかっていうと文構造が取れないとか訳が取れないとかそういうことで困る人ってあんまりいないんですよ。どっちかっていうと質問でよく来るのは文構造も取れてるし文法事項だとかあと語句なんかもちゃんと分かると、よっぽど無茶な語句でない限りはね、で訳しましたでも意味が分からんみたいな感じになったりするんですよね、はいはい、要は日本語と英語の言葉の使い方の違いとかから来る、要は土直訳するとものすごく気持ち悪い日本語になったりするものに対して自分の中で意味を噛み砕けない、要は訳せるけど意味がわからんっていう状況になることがまあまああるんですよね。でこの本をやっててもやっぱりねこう例文のレベルが高いですから、なのでそういう状況にね陥った時に日本語と自分のね訳と英語、英文ですよね、を見比べてなんでこの部分をこういう風に訳しているんだろうっていうその間のね部分、間の筋っていうものを自分で繋いでみてください。あ、きっとこの訳出はこの模範解答のこの訳は
こういう理屈でこの部分をこういう風に訳してるんだろうなっていう、そこの筋をつけることができたらば、自分で今後もね、気持ち悪い日本語やなみたいな時に自分の中でこう解釈を噛み砕いて飲み込むことができるんで、まあこれを僕は自分の塾では噛み砕く力って言ってるんですけど、まあそのね、こう練習をしてみてほしいと。要は訳すと意味を取るのこう間っていうもののここにやっぱり必ず何かしらの筋があるんですよ、理屈が。この理屈をつなぐね、練習をしてほしいということですね。そして第2に、例えば僕らの関わる生徒とかだと経文とか、あとは中法とかなのかな、和訳がある、和訳問題とかが出る方、あるいはまあね、ベーシスの生徒はね、非常にこう総計だけじゃなくて、まあ国公立の生徒さんだったりとかもね、いらっしゃるんで、まあ和訳問題それなりにね、入試の中では点数のね、やっぱりこう幅の大きい分野だと思うので、書いてみてください、和訳問題として。特にこちらは例文の長さも非常にちょうどいいので、ぜひね、書いて訳出する練習っていうものをしてみてください。大体本当にね、このくらいのレベル感のところがこう狙われることっていうのは難関大の和訳問題では多いので、ぜひその練習もしてみると、頭の中でなんとなく読めてるってのと、実際回答用紙に訳出を書き出して回答として作り出すっていうのは世界観違うんで、違う、だからその練習してください。その練習をするのにやっぱりいいのが、ユーテラの森田先生の英文解釈講座、こちらも重ねて、学習されてみてください。非常にレベル高いですよ、もうね、これとね、レベル感の近いところでね、授業やっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上になります。ベーシス英語参考書ルート精読編のラストになる一冊をご紹介いたしました。まあ、ちょっとどっちかってことですね。そうですね、どちらかをゴールとしてやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回皆さんにおいていただきました。ありがとうございました。 Thank you for my watching。 眠い。